なるほど。あの会社はそんなに忙しいんだ。よし、猫田の名にかけ、今日も一丁頑張ってきますか。こんにちは、猫田です。このところ朝起きた時に首や肩が痛くて全然疲れが取れていない気がするにゃ。寒いせいかにゃ。こんな時は温泉で温まってマッサージしてもらうのが一番だにゃ。どこの旅館に行こうかにゃ。枕工房山形や。なんだかここに寄らないといけないような、何か運命的なものを感じるにゃ。早速行ってみるにゃ。こんにちは。いらっしゃいませ。こちらに疲れがスカッと取れちゃうようなものはありますかにゃ。もちろんあります。オーダーメイドの枕がおすすめです。オーダーメイド枕、それは気になるにゃ。詳しい話をさせていただきますので、こちらへどうぞ。はい、お願いしますにゃ。へえ、寝心地の良さそうな布団がたくさんあるにゃ。いらっしゃいませ。オーダーメイドの枕お探して聞きましたけど、何かお悩みでもあるんですか？はじめまして、猫田と申します。実は朝起きると首や肩が痛くて、たっぷり寝てるはずなのに全然疲れが取れないんですにゃ。そうなんですか。それは寝具が原因だと思われます。寝具というと布団とか枕ってことですよね？そうです。特に枕は重要です。体に合ってない枕で寝ると、首こりや肩こりの原因になるんですよ。そうなんですか。てっきり寒さが原因だと思ってたにゃ。でも社長、枕一つでそんなに変わるんですかにゃ。たかが枕といっても甘く見ちゃいけませんよ。体に合わない枕で寝ていると首こりや肩こりの原因になります。1日のうちに3分の1は寝ているわけですから、負担のかからない枕で寝ないと疲れが取れません。猫田さん、一度体感してみませんか？体感って何をですか？実際にオーダーメイド枕を作るときは、測定器を使って全身を計測して理想の寝姿勢を調べます。そのデータをもとに最適な枕を作るんですよ。今日は猫田さんにぴったりの枕がどんなものかを体感してもらおうかなと思います。それは嬉しいにゃ。いつも使っている枕と猫田にぴったり合う枕はどう違うか分かるってことですよね？そうですね。猫田さん、固めの見本なんですけど寝心地いかがですか？もうちょっと柔らかい方がいいにゃ。それじゃあ柔らかい方に変えますね。はい、どうぞ。はい、寝てみてください。どうですか、寝心地いかがですか？おお、これは気持ちいいにゃ。猫田さん、高さどうですか？首張ってます？あら、猫田さん、気持ちよすぎて思わず寝てしまっていたにゃ。こんな枕で毎日寝ることができたら幸せだろうにゃ。気に入ってもらってよかったです。枕の高さはいかがですか？ちょうどいい感じだにゃ。いつも使っている枕は高すぎたんだにゃ。それに硬すぎたみたいですにゃ。そうですか。出来合いのものは細かい調整ができませんからね。うちの枕の高さは5ミリ単位で調整できますし、硬さも5種類の中から選んでいただけるので、ぴったりのものができると思いますよ。ご購入していただいた枕は10年間無料で何度でも調整させていただきます。10年間も無料で調整してもらえるんですか？
ちょっとサービスしすぎじゃないのかにゃ。そういうこともあって購入された方からはものすごく評判がいいんですよ。今うちの一番の主力商品です。こんなに気持ちよくて素晴らしい枕ならたくさんの人が喜んでくれるのも当然だにゃ。そうだ、いいこと思いついたにゃ。社長、こんなに人に喜ばれる仕事ならぜひ猫たに手伝わせてほしいにゃ。猫の手貸すにゃ。猫田さん、ありがとうございます。今から枕を作るとこだったんでぜひお手伝いお願いできますか。それを先に言ってくださいにゃ。早速仕事するにゃ。これが元となる枕の側です。まず両端を引っ掛けて、ブロックを開きます。この中に中材を入れていくんですが、中材は5種類あるので間違えないようにしてくださいね。これが注文していただいた方のデータです。この絵の通りの場所に中材を測りで測って、数値の通りの量を入れます。この作業を猫田さんお願いできますか。はい、わかりましたにゃ。社長、できましたにゃ。いい出来ですね。この後はどうするのかにゃ。この後はお客様に体感していただいて微調整を行います。それで今日の作業は終わりです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ところで社長、オーダーメイドできるのは枕だけなんですかにゃ。猫田さん、よくぞ聞いていただきました。このマットレスも枕と同じようにオーダーメイドできるんですよ。こちらもおすすめですよ。でもどうして今オーダーメイドに力を入れようとしているんですかにゃ。近年ね、布団屋さんが随分減ったと思いませんか。うん、そう言われてみるとあまり見かけなくなったような。大型店やテレビのショッピングの影響でだんだん売り上げが落ちてるんですよね。それでオーダーメイドの枕とか、それに敷布団をやりだしたのはお客さんに体感していただいて、実際体験してみていただくことで店に来てもらうっていうことが必要かなと思ってやりだしたんです。そうなんですにゃ。さすが社長、先を見越しているんですにゃ。なんとかこの業界で生き残っていきたいですからね。それと一級職人さんのお仕立てもしてます。それと羽毛布団など他の各種布団もやっております。布団のクリーニングもやっておりますので、ご用命していただければ取りに参りますよ。なるほどにゃ。町の布団屋さんも時代に合わせた進化が必要なんですにゃ。睡眠に関するお悩みをご相談ください。一緒に解消しましょう。お客さんに喜んでもらうためのサービスも時代とともに進化しているんじゃにゃ。それにしてもあの寝心地が忘れられないにゃ。猫との寝具も進化する時が来たにゃ。次の自分へのご褒美はあの枕で決まりだにゃ。